武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は島根大学の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文ですが、時間が120分で大問、1題ですね。その中で小問がいくつか出てくる形と、なっております。まあ、年度によって変わりますが、だいたい3題から4題でトータルで書かなきゃいけない、字数が、まあ、1400程度、まあ、1000字は超えて1500字は、超えないかな程度の、量となっています。で、問題文としては内容説明と資料の読解と意見論述が主に構成として出されており、まあ、本文を読んで内容を説明する。で、資料でグラフですね。本文としてグラフが与えられますので、それを読み取った上での、まあ、読み取れることの回答、そしてそれを踏まえた上での自分の意見を論述するという形になっております。で、これに関しては、看護系もしくは現代社会におけるさまざまな問題について述べたものが多いので、まあ、医師や看護系のネタ本を一冊やっておいた方がいいでしょう。小論文の書き方として、田村寝差し方の小論文やった上で、小論文の完全攻略本やって、小論文の完全ネタ本の、まあ、医療系医師薬系ですね、こちらをやっておく形にしておいた方がいいとは思います。で、文章そのもののテーマに関してはそこまで複雑なものでもなく、で、論旨も割と分かりやすいので、ちゃんと小論文の練習さえしていれば十分書ける内容だと思います。ただ、もちろんその具体策で書けるようなものでもないと思いますので、しっかり練習をやっておき、回答ができるように心がけてください。以上が小論文の勉強となります。